千棘ちゃん、できた？うん、もうちょっと。よっ。お、あっ。よしっと。完成！特製オムライスよ。さ、どうぞダーリン。どうぞって、なんだよ。いや、だからこれ、調理実習でしょ？味見しろってこと。安心しなさい。この間のクッキーよりは自信ありよ。おそこまで言うなら一口。あ、どう？いや、まあ確かに前よりは気持ちマイルドな刺激に落ち着いた感はあるようなないような。何よそのはっきりしない感想。まずいならまずいってはっきり言えばいいじゃない。じゃあはっきり言うぞ。端的に言えばなんか甘すぎねえかこれ。今度は何入れたんだよ。溶いた卵の中に愛情という名の栄養ドリンクを数本ミックスしたのよ。日々忙しいダーリンのためにってね。疲れも吹っ飛ぶようなオムライスを作ってみたの。またお前そういういらん小細工を。もう何よ、お気に召さない。今度こそあんたをギャフンと言わせる料理ができたと思ったのに。確かにギャフンと言いてえ気分だよ。関心以外の意味でな。あのちょっとよろしいですか、ラクさん。差し支えなければ私の作ったオムライスも食べていただきたいのですけど。あ、うん。ちなみにこのオムライスには変なもんは入ってねえよな。あ、やっぱりわかります。ちょっと特製のあれ入れちゃいました。あれ？それは食べてのお楽しみですよ。いかにおしとやかとはいえこいつもちとげの分身だからな。何が混入されていてもおかしくね。ちょっとラク、何ためらってるのよ。ちゃんと食べてあげなきゃこの子がかわいそうじゃない。わ、分かってるよ。くそ、こうなりゃここは一息に。はっ。どうですかラクさん。ものすごくうめえ。オムライスってかオムハヤシか。トロトロでコクのあるルーが卵のほのかな甘みと相まってとろけるようなうまさを醸し出して。おうおう、このルーの秘訣はあれだろ、牛すじ。はい、そうです。さすがラクさんですね。柔らかくなるまで手間かけてよく煮込んであるな。味が染み込んでてほっぺたが落ちそうだぜ。ラクさんったらおせちが上手なんですから。でもそう言っていただけると作った甲斐があります。本当は隠し味にオイスターソースを入れようか迷ったんですけど、結局シンプルに牛すじ本来の旨味を引き出すことにしたんです。あ、シンプルイズベストってやつだよな。ギャフンと言わされたのは私だったわ。すごい、洋食屋さんのメニューみたいだね。みとげちゃんって料理上手なんだ。それほどでもないですよ。レシピを見ながら作っただけですから。そうなの？ねえみとげちゃん、私にも作り方教えてくれないかな。はい、もちろんいいですよ。では野菜を刻むところからいきましょうか。性格だけじゃなくて料理の腕も本物とは違うわけか。悪かったわね。てかなんで基本的には同じ人間のはずなのにあの子だけ料理がうまいのかしら。いやまあ料理って性格出るからな。知識が同じでもマメな性格かどうかで作るものに差が出るんじゃねえか。はあ、つまり私は繊細さのかけらもない性格ってわけね。
ガサツでいい加減な暴力女だと。いや、そこまでは言ってねえけど。ほーん、そんなことあんたに言われなくても分かってるよーった。たく、そんなにひがむなってのは。向こうはお前の理想の女の子なんだから、お前にできないことができても当然だろ。そうね、理想の女の子か。いや、ほんとびっくりするよな実際。あ、何が？みとげちゃんだよ、みとげちゃん。転入してきて数日経つけど、学校中の男子の視線をかっさらいまくりじゃん。そうなのか？全然気づかなかったけど。相変わらずだなお前。どいつもこいつもみとげちゃんみたいな完璧な美少女見たことないって言ってるぞ。成績も運動神経も抜群、料理もうまいんだろ。桐崎さんの双子ってことでルックスは申し分ないしね。何より姉とは違って変なコブ付きじゃないし。変なコブって俺のことかよ。でも一番魅力的なのはあの奥ゆかしい性格だよね。気立てが良くて優しくて穏やかで、本当にあんな子がこの世にいていいのって感じ。まあ実際はこの世に存在しない人間なんだけどな。あ、なんか言った？あ、いや。おい、ほら、噂をすれば見てみないよ、あそこ。あ、あれはちょっと、じゃねえな、みとげの方か。あの、桐崎さん、手紙読んでくれました。できればその僕と。ごめんなさい、お気持ちは嬉しいんですけど、私お付き合いとかそういうのはちょっと。そんな、どうしてです？その私いつまでもこの国にいられるわけではないですし。だったらせめて帰国するまででもいいんです。どうしてもお付き合いさせていただくわけにはいかないんですか？ごめんなさい。あの、本当のことを言うと、実は私心に決めた方がいるんです。だから。あ、そうなんですか。また撃沈か。かわいそうに。あいつでもう何人目だろ。本当にモテてんだな。にしても心に決めたやつって誰なんだ？俺はなんとなく心当たりはあるけど。マジかよ、誰だ？いや、それはさすがに俺が言っちゃ野暮ってもんだからね。知りたきゃ自分で聞けばいいよ。面と向かって聞けるほどあの子と仲いいわけじゃねえっつーの。そう？お前ならすぐ仲良くなれると思うけどね。あ、そうだ、仲良くで思い出したんだけど、今週末みとげちゃんの歓迎会を兼ねてみんなで遊園地に行こうって話があるんだ。もちろんお前も来るだろ？ああ、別に構わねえよ。みとげって俺が思った以上に周囲に受け入れられてんだな。にも程がありますわ。そういうあんただって何の脈絡もなくダーリンを抱きしめてたじゃない。うん、私もどっちかっていうとああいうのは苦手かな。でも怖がりの小先にしてはよく頑張った方じゃない？結局終始顔色変えなかったのってルリちゃんとミトゲちゃんくらいだよね。ルリちゃんはともかく、ミトゲちゃんがあんなに落ち着いた子だとは思わなかったな。清楚っていうのかな、凛と構えて動じないタイプ。あれ、そのミトゲはどこ行った？先ほど売店の方に行くのを見かけたぞ。売店？
皆さん、お待たせしました。はい、温かい飲み物を買ってきましたよ。お化け屋敷で体冷えちゃいましたものね。ココアでも飲んで温まりましょう。お、気が利くね。サンキュー、みとげちゃん。なんか悪いな、わざわざ全員分買ってきてくれるなんて。いえ、いいんです。皆さん、今日は私のためにこんな企画をしてくださったんですから、せめてこのくらいの恩返しはしないと。そんなに気を使わないでいいのに。さっきだってみとげちゃんのお手製弁当を振る舞ってもらったばっかりじゃん。そうですね、あの手作りウインナー実に美味しかったですよ。ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。料理は上手だし気が利くし、ほんとすごいよね、みとげちゃん。女の子の鏡だ。ちょっとすごすぎるくらいよね。資格なしの完璧美少女って感じかしら。ほんと、これが姉の方じゃなくてよかったですわ。みとげさんがライバルじゃ、さすがの私も勝ち目が薄くなってしまいますし。ちょっとマリカ、あんたそれどういう意味よ。私相手ならちょろいってこと。そんな、皆さんの方こそ素敵な方々ですよ。こんな中途半端な時期の転校生に優しくしてくださるんですから。本当にいい子だな、みとげちゃん。なんか心が洗われるようだよ。やっぱみんなおしとやかな子が好きなんだよね。どうした、ちとげ。なんでもない。ココア飲んだら次行きましょう。あ、ごめん、私はちょっとベンチで休憩してていいかな。さっきのでなんだか足が震えちゃってて。あら、そうなの。小咲ちゃん大丈夫？うん、ちょっと休めば平気だよ。なら私も休憩に付き合うわ。あ、そういうことでしたら、お嬢、この隙に少し売店を覗いてきてもよろしいですか？実はさっき気になったぬいぐるみがありまして。ええ、いいわよ。私も売店に行きますわ。父に何か買って帰らなくては。そんなら俺も聖志郎ちゃんとマリカちゃんに付き合おうかな。じゃなく、携帯で連絡するから、また後で合流しようぜ。おう。皆さん、行ってしまいましたね。急にばらけちまったな。でもせっかくですから、3人だけでも何かアトラクションを楽しみましょうか。そうね。でもその前に、すいません、ハンバーグとエビフライ追加いいですか？あとビーフシチューも。あのさ、前々から思ってたんだが、フードファイターでも目指してんのか、お前は。だって美味しいものをたくさん食べるって幸せなことじゃない？そりゃそうだが、物には限度があるだろう。あれ、でもみとげは全然食べないよね。私の分身ならたくさん食べてもおかしくないのに。どうしたの？食欲ない？もしかして体調悪いとか？いえ、そういうわけじゃないですけど、ただ殿方の前でドカ食いをするのは宿女としてどうなのかなって。うっ、宿女として？ああ、いえ、千棘さんを批判しているわけではないんですよ。ただ私の好みの問題ってだけで。まあ確かに、大食い女にレディーの品性があるかって言われたら、そりゃ違う気はするわな。ほんだ、どうせ私にはみとげみたいな宿女の品性なんかないですよーっと。店員さん、リブロース 300g 追加。まだ食べるんですか、千棘さん。そうよ、この後はあれに乗るんだから、
体力つけておかなくちゃ。あれ？しますね。もっともっとスピード足らないわよ。はあ、楽しかった。やっぱコースター系は最高ね。はい、スリル満点で興奮しました。ねね、もう一回乗らない？ちょ、待て、もう俺は…あー、もうギブアップ？せっかく遊園地に来たんだから満足するまで乗らなきゃ損でしょ。いや、もう無理。これ以上乗ったらさっき食ったもんが出る。あーあー、貧弱なもやしね。これ式の絶叫マシンで値を上げてどうすんのよ。まあまあ、千武さん、教養は良くないですってば。おお、さすがミドゲ、もっと言ってやれ。いくらラクさんが優しくても、それに甘えて彼を振り回しては良くないと思います。しかもあなたは偽物の恋人、本当のカップルではないのですから。お？つうわけで、もうこれ以上は勘弁してくれ。俺の三半規管も悲鳴を上げてる。ああ、はいはい、わかったわよ。じゃあ、今度はマイルドなもんに乗りましょう。わあ、すごい！高い！遠くまで見える！おい、こら、ちとげ、落ち着けって。小学生か、お前は。一番はしゃいでますね。だって、すっごいいい眺めなのよ。これ、もしかしたらうちも見えたりするんじゃない？さすがに県外ですし、それはないんじゃ。じゃあ、富士山とか見えないのかな？どこ？マウント富士、どこ？だからあんまり動くなって。暴れると揺れるから。うわ！ああ、言わんこっちゃない。緊急停止しちまったじゃねえか。あ、どうした？うん、なんでミトゲがラクに抱きついてるのかなって。しかも自然に手まで繋いで。ごめんなさい、チトゲさん。急に観覧車が止まったから私びっくりしちゃって。あ、そうだと？これは事故だ、事故。しかも原因はお前にあるわけだからな。手を握っちゃったのも大はないですよ、本当に。元が同じ人間だし、そういうこともあり得るのか。どうしたんですか、千棘さん。急に怖い顔になって。ねえ、ミトゲ、あなた。ああ、シュウカ、ずいぶん遅かったな。ん？こっち？こっちは今、観覧車の中だ。チトゲのやつが運転止めちまってさ。は？密閉空間で羨ましい？言ってろっつーの。降りたらすぐ行くわ。じゃあ、シュウカだ。降りたら合流しようってさ。うん。チトゲさん、今、何か言いかけてませんでしたか？別に、何でもない。お？変なやつ。いやー、今日はだいぶ遊んだね。皆さん、今日は私のためにわざわざありがとうございました。とっても楽しかったです。ううん、気にしないでよ、ちとげちゃん。また遊びに来ようね。ん？これから教室でもよろしくね、ちとげちゃん。二人とも、
この子はミトゲでチトゲはあっちだぞ。いくら顔が同じでも雰囲気全然違えじゃん。そうだよミトゲちゃんだった。何言ってんだろう私。本当気づかなかったわ。ごめんなさい。いくらなんでも名前間違えるのは失礼よね。いいって似てるんだからそういうこともあるわよ。そうですよ、小咲ちゃんもルリちゃんも気にしないでくださいね。さてお嬢じゃなくてミトゲ様も満足されたところでそろそろ帰るとするか。電車の時間もあるからな。すみません、遊び疲れて少し眠くなってしまいました。寝てしまうのは構いませんけど、電車の中でいびきなんて書かないでくださいよ、キリサキさん。だからマリカ、それミトゲだって。ミトゲはいびきなんて書かねえだろ。あら?そうですわね。私もキリサキさんとミトゲさんを間違えてしまったみたいですわ。おかしいですわね。なんだよ、みんな疲れてるんじゃねえの。せいぜい事故んないように気をつけて帰ろうぜ。そうそう、家に帰るまでが歓迎イベントだからね。そんなに似てるもんかな、チトゲとミトゲって。